皆さんお疲れ様でございます。私の方から2点報告をさせていただきます。1点目は第10回の埼玉県新型感染症専門家会議が本日行われました。この報告、そしてもう1点は埼玉市大宮区の飲食として接待を伴う飲食店に関する報告をお願いいたします。1点目の方からお話をさせていただきます。まず今日第10回の新型感染症の専門家会議がたった今行われ、議論を専門家の先生方にご議論をいただきました。でその主な項目は4点でございました。1点目でありますけれども、施設の使用停止等の採用するであります。これは以前皆様に、ご報告をさせていただきましたけれども、緊急事態宣言が解除されるときとにもご説明をしてまいりましたけれども、その仮に一定の人数あるいはさまざまな要素を示した上で、それが起こった場合の再要請の基準があるのかというなどもご質問いただきましたが、私ども何度も申し上げてきたとおり、総合的に判断をするというのが我々の基準であります。その上で、判断の検討の目安を示させていただいてまいりました。でこの検討の目安について申し上げると、いくつか分かれていますけども、例えば酒類の提供については埼玉県内でそのうちの1項目だけ申し上げると70名を1週間の間に超えた場合等の、あくまでも検討の目安を示させていただいてまいりました。でこれについてはすでに超えたところから、今回専門家の皆様に対して専門的な知見とともにご検討いただくということで、私どもの方から、どのように考えたらよいかということについてまず諮らせていただきました。この1点目についてでございますけれども、人数的には例えば3月の時点と今埼玉県の新規の陽性者数が似ている状況にあると。でしかしながら第1波というぐらいでしょうか、前回の人数が上がってきたときと比較してゆっくりであること、あるいはその病床の占有率がはるかに低いこと、さらには陽性率についてもはるかに低いことなど大きく違うので、直ちに再陽性について検討する必要はないというのが全員の意見でありました。でまたただその一方で隣の東京の状況を見ると、これは憂慮されるべきところにはあるけれども、埼玉県の場合が感染経路が分かっている場合が多いので、そこへの対応をしっかりとするべきである、そしてその一方で東京とはしっかりと連携をするべきであるということが先生方から出されました。またある先生からは、実際に患者さんと接していて、最近では高齢者の方から若い方に患者さんが移りつつあって、パターンが変わっているのではないかと、そこについても留意するべきである、こういったそのご意見をいただきました。でこれが1点目の大体のところであります。これを受けて我々としては当然行政として判断をすることになりますけれども、先ほど申し上げた通り、今日の結論としては、ただの一人方も再陽性の検討をするべきという方はおられませんでした。そして連携後というお話がございました。また対策後ということもお話がありましたが、ご参考までに、今日の午後2時ごろになりますが、昨日も実はありましたけれども、連日、隣の東京の都知事であります小池都知事とはお話をさせていただいており、都知事からは今日は記者会見をすると、当日今日ですけれども記者会見をするけれども、そこで夜の街に対するその対策をしっかり訴えていくつもりである、埼玉県とも連携をさせていただきたい、こういうそのお話がございました。私どもとしても東京由来のものが多かったり、あるいは埼玉県内でもクラスターが夜の街で発生しているということに鑑み、しっかりとした対応していきましょうと、こういう話をさせていただきました。2点目ですけれども、2点目ですけれども、県営の競輪事業における観客を入れての開
開催の再開についてという話が諮問させていただいたところ、これは競輪の責任者からもご説明いただきましたけれども、原則としてそれでよい。ただ、非常にその線に伴う規制というんでしょうか、ルールというんでしょうか、いわゆる新しい生活様式にのっとるものが極めて厳しいので、本当にできるのかというご意見が出されて、そこはしっかりやるという約束であって、再開に、の方向に、皆さんからご賛成をいただきました。から3つ目で、新型コロナウイルス感染症に関わるこれまでの取り組みをご説明した上で、第2波に備えて、どのようなことを行えばいいかという、その先生方の知見をいただくと同時に、これ合わせて、国から新たに示された再拡大期の患者数の推計について、お分かりをいたしました。で最終的なところとしては、もちろん、我々が行政として決定をするところではありますけれども、先生方からは、これもほぼ一致していましたけれども、いわゆる都市型のモデルを採択するべきであること、それから再生産数については、2はあまりにも大きすぎるだろうと。で厚生労働省が示して1.7でももしかすると大きいかもしれない、こういったその意見もありましたが、選択しろということであれば 1.7 なのかなという声が多かったという話、それから、10万人あたりの、数がですね、基準数を超えてその後 何日で開業するかということについては、これはなるべく早い方がいいということですけれども、慎重に考えるということがあります。埼玉県の場合には前回、ご説明しておりますけれども、最初に患者が発生したデイゼロから60日までの東京とほぼ同じ、推移を辿っていきながら、結果としては東京は8日間程度先行していたために、我々は介入が結果として心が出ると早くなりました。したがって60日ぐらいまで本当に全く同じように進んできたのに、最終的には我々はそれ61年東京は200名と差がついたわけですけれども、そういったその早く介入したという経験がですね、我々ありますので、そういったことをしっかりと生かして、今後も厚生労働省が提示した数字にかかわらず、早く介入しようというアドバイスを先生方からいただきました。それから、特に申し上げると、あとはそうですね、今後の取り組みについては、大方としてご同意いただきましたけれども、例えばその今後という今の予算の方で出させていただいている、いわゆるそのクラスター対策の専門チームを、福祉施設や医療機関で、感染者が発生した場合に入れることになってますけれども、ここに入れては入れるだけではなくて、その後さまざまな医療機関等に情報の共有をしようと、こういったそのご指摘をいただきました。はい、大体が私のご説明のと、もう一点、こちらに出ておりますけれども、すでに報道等で皆さんご存知の通り、埼玉市の大宮区のキャバクラ店においてクラスターが発生をいたしました。そこで私から改めて県民及び事業者の皆様にお願いがございます。まず県民の皆様に対してでございますが、キャバクラなど接待を伴う飲食店のうち、いわゆるその3つの密等の感染症対策が十分に取られていない店についてのこの利用はぜひ避けていただきたいというふうに思います。また新規陽性者のうち東京由来と思われる疑われ方が多くを占めています。東京の繁華街での外出は可能な限り避けて、しばらくの間避けていただきたいと思っています。そして事業者の皆様にお願いが、基本的な感染症対策が実施している店もあれば、そうでない店もあります。そのような基本的な感染症対策が実施されていない店で、残念ながらクラスターが発生をしております。最後に新しい生活様式安心宣言で示したこと及び業界で作っているガイドライン、こういったものを活用してぜひ感染症対策の徹底をお願いをいたします。この徹底が今は不自由でも、今後可能な限り早期の事業の再開、あるいは事業が軌道に乗るためには私は必要だと思っています。
そして何よりもこれまでの県民や事業者の皆様が行ってきていただいた本当に多くの努力を無理することにならないようお願いしたいと思います。また最近では40歳代以下の若い方々が 75% 程度、新規陽性者のうちの 75% 程度を占めるようになっております。ここについてもお願いでございますが、若い方々は相対的に軽症者が多いことは事実です。しかしながら若い方々が感染をすれば、それが拡大すれば医療機関最前線にいる方の命を脅かすことになります。あるいは負担を大きくすることになります。さらには皆さんの愛する方やそのご家族に対して大きな影響を及ぼすことになります。ぜひ皆さんとともにですね、このコロナウイルス封じ込めていく、そのためのご協力をお願いをしたいと思います。私からは以上です。